露水で作られた食品露水は、関東省、長州及び諏訪島地域の調味液である。関東省、香港、福建省、台湾などで人気がある。露味食品の製造に用いられる。露水は醤油をベースに、様々な香味材料を加えて作る。香味材料の選択に確立された基準はないが、一般的なものとして、胡椒、八角、陳皮、シナモン、肝臓、 そうか、生姜、ガランガル、山、ネギ、氷砂糖を用いる。中でもガランガルは正当的な露水に必須の味である。四川風味の露水には唐辛子を加えることもある。露水の自作は難しくはなく、醤油と香味材料を一緒に煮るだけだが、香味材料の味をきちんと出し、露味料理に味をきちんと移すのは容易ではないので、露水の製法を、 秘宝のレシピとする店も少なくない。露水で露味食品を作る際は、露水を一度沸騰させ、煮崩れしにくい食材を煮ることで食材に露味をつける。よく使われる材料としては、カモ、ガチョウ、トンソク、もつ、牛もつ、豆腐などがある。露水は使えば使うほど、食材の味を取り込んで味が良くなるとされている。 このためロアジ食品を出す店では肉酢をこし、醤油や香味材料を足すことで昔からの露水を維持している。香港には、父の代から65年以上の歴史のある露水を使っているとするロアジ食品店もある。一般に露水は使えば使うほど味が良くなるとされるが、香港と台湾の大学の研究では、動物性脂肪を繰り返し長時間煮込むことで、 発がん性の酸化コレステロールが産生され、癌や心臓病の発病リスクを高めるとしている。ありがとうございます。